桜リーグ9月7日大阪立命館 OIC フィールドでの第1試合です。南都銀行シューティングスターズ対ソニー HC ブラビアレディース。試合は第1クォーターからソニーが優勢にゲームを進めます。開始早々2分にはソニー小林のドリブルからチャンスを作ります。サモリが合わせて先制。まずは1対0ソニーがリード。さらにその後もソニーが攻め続けます。右サイドからの攻撃、サークラインの進入が、これがペナルティーコーナーを得ます。このペナルティーコーナー、最後うまくゴール前合わせました鈴木美優の得点です。これで2対0。ソニーはその後も12分にオールイ、40分に長谷川美優、45分に足立が得点し、5対0とリード。そして第4クォーター、59分ソニーは右サイドからチャンスを作ります。高島レイの得点でこれが追加点、6対0。ソニーが6対0で勝利しています。この試合 POM にはソニー HC ブラビアレディース鈴木美優選手が選ばれました。奈良未来デザイン株式会社奈良和紙のデジタルクーポンが株式会社南都銀行ホッケー部チームディレクター角谷春幸様から贈られました。第2試合、山梨学院対グラクソスミスクライン。両チームが堅い守りを見せます。第1クォーター終了して0対0。第2クォーターに入り山梨学院が右サイドからのチャンス。ここでペナルティーコーナーに入ります。シュートを放っていきますが堅い守りを見せるグラクソスミスクライン、得点は入りません。第3クォーターにも山梨学院は右サイドからの攻撃、サークル内での混戦、ペナルティーコーナーへとつながります。果敢にゴールを狙っていきますが山梨学院堅い守りに阻まれます。0対0で迎えた第4クォーター、グラクソスミスクラインはチャンスを迎えます。ここも激しくボールを奪って、今度は左サイドから。なんとかつないでシュートを狙いますが、合わせることができず。サドンデスに入ったシュートアウト戦。一進一退の攻防が続きます。ここはきっちりと決めたグラクソスミスクライン、守りきれば勝利という中でゴールキーパーの工藤、もつれにもつれたこのゲーム4対3、シュートアウト戦グラクソスミスクラインが勝利しています。勝ち点2を手にしています。 POM はグラクソスミスクラインの工藤優選手、ジェフグルメカードより全国共通食事券、立命館ホッケークラブ宮野正樹会長から贈られました。第3試合の立命館ホリーズ対東海学院大学です。まずはこのゲーム開始4分、立命館ホリーズがチャンスを作ります。左からの攻め、立命館ホリーズがペナルティーコーナーを得ました。そしてこぼれたところを最後
有岡選手が得点します。まずは1点先制は立命館法律です。立命館フォリーズは2クォーターにも上野選手で得点と2対0とリード。ただ東海学院大学も3クォーターにしくり選手の得点で1点差に追い上げます。さらに東海学院は54分、このペナルティーコーナーから岡田優奈選手のフリックシュートで同点、2対2です。ただ追いつかれた立命館大学は川口選手のリバースシュート、鮮やかに決まって3対2と再びリード。立命館ホリーズが3対2白星を手にしています。 POM は立命館の川口遥選手、ジェフグルメカード全国共通食事券が立命館ホッケークラブ宮野雅樹会長から贈られました。9月8日の第1試合、グラクソスミスクライン対駿河台大学。前半はお互い得点を奪うことができず0対0で折り返します。後半に入りグラクソスミスクラインがペースを握りました。31分、グラクソスミスクラインがペナルティーコーナーを獲得します。このシュートの後、押し回りな選手が押し込んで先制。さらに34分には小宮、42分、47分には町田選手の得点で4対0とリードします。48分には押島選手がこの日2点目となるシュートを決めて5対0。60分には右サイドからの攻撃、左サイド駆け上がる加藤選手が最後合わせてこれで6対0。後半得点を積み重ねたグラクソスミスクラインが勝利しています。 POM は押島里奈選手、ジェフグルメカードより全国共通食事券、立命館ホッケークラブ宮野雅樹会長から贈られました。第2試合、南都銀行シューティングスターズ対東海学院大学。第1クォーターは両者譲らず0対0で迎えた第2クォーター、南都銀行がチャンスを作ります。右サイドから最後混戦になったんですが押し込んでいきました。24分、こぼれ球山本選手の得点で先制。南都銀行はこの1点でリズムをつかむと、31分、ここもサークル内でペナルティーコーナーを獲得。ここでキム選手の得点です。これで2対0。さらに35分には川原選手、49分には鳥山選手の得点で4対0とリードを広げます。52分には中央からのボール、これをゴール前、加藤佳林選手のタッチシュートで追加点。5対0で南都銀行が勝利しました。 POM は南都銀行キム選手、奈良未来デザイン株式会社より習わしのデジタルクーポンが株式会社南都銀行ホッケー部部長石村剛様から贈られました。第3試合の立命館ホリーズ対ソニー HC ブラビアレディス。0対0で迎えた第2クォーター、ゲームが動きます。ソニーが左サイドから小林、折り返した後立命館も懸命に守りますがこれがファウル、ソニーのペナルティーコーナーです。ここで長谷川選手が最後押し込んで先制。
1対0で迎えた第4クォーターには平光選手のドリブルから攻撃を仕掛け、右からのボール、最後は足立選手がタッチシュートで2対0。さらに57分、平光選手のシュートで3点目。3対0でソニーが勝利し、3連勝を飾っています。この試合、POM は長谷川美優選手、ジェフグルメカードより全国共通食事券、立命館ホッケークラブ宮野正樹会長から贈られました。順位表です。ソニー HC ブラビアレディスが開幕から3連勝で首位、2位がグラクソスミスクライン、3位が立命館ホリーズです。得点ランキングです。今節も得点を挙げました3選手が上位につけています。次回は9月14日15日に行われます。南都銀行対山梨学院、立命館ホリーズ対カコーラレッドスパークス。15日が南都銀行対カコーラレッドスパークスです。